こんにちは、ここは横浜桜木町です。いつもね、大学終わった後、まあ翌日も大学だったりとかね、この辺で用事があったりすると横浜に泊まるんですが、ただ横浜も結構駅周辺は値段が高くてですね、いや高いなとか思って、いつも東横インに9000円、東横インに9000円ですよ、高いですよねと思ってたんですけど、この辺り桜木町とかね、それから関内、そっちの方だったら実は意外と安いんですね。なもんで最近ではもう横浜駅周辺ではなく桜木町周辺に宿泊することが多いんですが、まあ大体安いところでして、まあ、それ安いところを紹介するのもいいんですけど、今日はいいところに泊まります。これですね、有名なみなとみらいの、まあ、シンボルつったらば、この真上にそびえているランドマークタワーとその上にあるロイヤルパークだと思うんですが、あちらもまたやはりみなとみらいのランドマークの一つですよね。インターコンチネンタルホテルです。ずっとね、なんか半月のホテルとかね、なんかこうみかんみたいな形したホテルが、そんな風な名前しかなかったんですが、あれインターコンチネンタルというそうです。ミサイルみたいな名前ですね。ちょっと角度が変わりましたね。わかりますか？これインターコンチネンタルね、ですけど、わかりますかね、これ半月の裏から見てるところですが、こんな感じで内側にも客室があるんですね。やっぱりこうホテルというのはなるべく薄っぺらく作らないと、日本の法律では全てに窓を設けなければいけませんので、だからああいう風にこう切り込みを入れたような形をしているわけです。なかなか面白いですね。まあ、ちなみにですね、このインターコンチネンタルの反対、まあ、こっち方面がね海なわけですけど、これにこういろいろあるじゃないですか。これパシフィコ横浜って言うんですけど、催し物するようなホールもありまして、大ホール、これ国立なんですね。これね、パシフィコ横浜国立大ホールって言うんですよ。横浜国立大ホールね、たまに間違えて横浜国立大と書いてあるバスに乗ってしまって、ここ港未来へ行くはずが山の上に行ってしまって、もうなんかライブみたいなのが始まる絶望という話があるとかないとかいう話です。右のこれが観覧車ですね。これはですね、今日はツインルームに泊まることになっています。まあツインルームでベッド2つあってもしょうがないからダブルルームにしようと思ったんですけど、なんかねダブルルームはめちゃくちゃ高いんですよ。結局こういういいシティホテルみたいになると、シングルルームってのは基本的になくてですね、で1人でツインを使うか1人でダブルを使うかっていうことになるんですが、なぜか分かりませんがダブルルームの方が高い。ダブルの方が需要ないんじゃないかって思うんですけどね。まあでそういうわけ、まあだからそもそも少ないのかな。で、じゃあ別にどっちでもいいから、本日はツインルームの宿泊です。これと直結しています、書いてありますね。これね、国立大ホール、周辺もなかなか綺麗ですね。みなとみらい周辺は結構いい建物がたくさんあるんですが、だいたいもう表の建物で隠れちゃってますんで、いつもとは違った景色を楽しむことができ、これはこれで素晴らしいと思います。なかなかすごい異空間のようなところです。ぐるっと回ってこの真正面にあるのが横浜国大ホール、そしてこれがインターコンチネンタルホテルです。グランドインターコンチネンタルホテルという名前が正しいそうですが、こうやって裏から見るとすごいですね。今エレベーターが降りています。というか横浜国大ホールと直結だったんですね。そうだったんだ、それは便利だ。中入ったんですけどすごいね、こんなになってんだな。お花も飾ってあるし、正直ランドマークに入ってるロイヤルパークが一番だろうと思ったんですが、こっちの方が高級そうです。値段はねどっちも多分、高級ないいホテルだと思うんですけど、それなりに手頃でして、本日は1名で12,000円、全然手頃じゃないじゃないかと思うかもしれないですけど、これは2名でも12,000円だそうでして、当日割引でね、ホテルの公式サイトからネット経由で予約すると一番安いようでした。逆にジャランとかそういうところから予約するとだいぶ高くなるようでして、1人1万4000円から、もしくは2人で1万4000円からとなっていたようです。スーペリアツインというタイプで予約してあります。エレベーター降りたんですけど、なんかすごいなこれ、わーって感じですけど、これエレベーターフロアだけでこんなにある。30階建てなのかな。ランドマークタワーほど広くはありませんけど、なんじゃこれは初めて見たな。なるほどね、これがそれぞれのこう月の部分なんでしょうね。2枚貝、貝殻をイメージしてるみたいですけど、これが真ん中の空洞空間かな。そうだな、あ、なるほど。こういう風にして窓を大きくして、たくさんの客室を設けるという工夫でしょう。だからこの部分の、また左右両脇と、この部分、ここに客室がずらっと並び、またこの右側と、あとは、V 字になっている部分、意味わかるかな。ちょうどアルファベットの A みたいな感じで客室を配置してるんじゃないのかなと思うんですよね。結構近い部屋だった。1326スーペリアツインというのは、
スーペリアっていうのはつまりより良いみたいな意味があるはずなんですけど、多分これがね一番基本的な最低ランクです。最低ランクがスーペリアなんですね。前者グリーン車みたいな感じかな。できたのは1991年のことだそうです。いやすごいですねこの部屋。ロイヤルパークホテルもすごかったし、客室はどうですかね。多分ねロイヤルパークよりもねなんか全般的に立派な感じはするんです。まああれもすごかったけどな、なんか開けるだけでバーッとかカーテンが開く、あれも相当でしたけど、本日はですね海側の客室とそれから町側の客室とどっちがいいかみたいな、まあどっちも今日は同じ料金でした。だからダブルルームは海側の方が高かったみたいですけど、ツインルームの場合は、海側も町側も同じ料金でしたので、まあ今回はじゃあ横浜のみなとみらいをということでね町側にしたんですが、おおすごい、なんだこれ、これモコモコしてんなこれ、ちょっと取れそうですけど、ちょっと取ったらまずいと思うんで取りませんが、なんだこれ、まあ、ここねこう寄っかかったらねちょっと痛いかなと思って、まあ痛いけどでも無理やり寄っかかってもいいかなと、こうやったらですね全然痛くないんですね。これ不思議です。ここにこうやって腰掛けること、あなるほどね、こういうこと、あーこれですよ、すごいね。これ1人6000円で泊まれますからね。まあ、今日は私1人だから1万2000円かかってますけど、2人でね一緒に来たら、いやなかなかいいホテルじゃないですか。なんか横浜桜木町って本当にホテルがいっぱいあって、もうなんか1泊3000円とかで泊まれるようなところがもう結構あるんですよ。で多分平日はもうお客さんがあんまりいないんでしょうね。そのホテルの客室に見合うだけ、観光客もそんなにいませんし、だから全般的にホテルの料金が下がるんだと思うんですよ。だってここ1人、6000円でね、まあ、泊まることができたりとか、あそこのロイヤルパーク、この間泊まったところ、この辺がロイヤルパークホテルなわけですけど、これが1人5000円で泊まれたりとかね、なんかおかしいんですよね本当にね。まあ全然いいんですけど、はい、一回電気を消しましょう。さっきどうやってつけたっけな。あ、そうだそうだ。部屋に入って、なんかその室内灯の一斉装置みたいな。あ、ちょっと先にこれ見ますか。これね。これがロイヤルパークじゃなく、間違えました。インターコンチネンタルの基本構造ですけど、まあ、ここで外側に向かって客室が並び、内側には客室を作ってないけど、それからあとこの部分にね、こう客室がまた並ぶと。まあ、そういう構造なわけですよね。まあ、アルファベットの A の形、2枚の貝殻をイメージしているそうです。半月の形とかね、なんかいろいろ言いましたけど、ちょっと違うみたい。これで電気を消します。おー。すごい。すごいね。なんすかこれ。これちょっとサムネイルをどこからどう設定していいやらよくわかんないんですけど、おー。すごいね、すごいしか言えないんですけど、向こうの方でせっかくですからね景色のご案内。あそこギラギラ光ってますが、あれが横浜スタジアム京阪って書いてあるな。なんか横浜国大でもねよくマリーンズじゃ間違えしましたよね。ベイスターズ、ベイスターズの応援しましょうみたいなの結構来ますね。まあ私は別に、私としては応援するつもりはないけど、別になんかアンチベイスターズってわけじゃないけどね。まあでも、やっぱそういうのでみんなの生きがいになってるってのは本当素晴らしいことだと思うんで、そういう形の生きがいとして今後も活躍されてほしいと思います。何言ってんの、別にそんなのどうでもいいですけどね。いや、どうでもいいって言ったら、まあ私野球の話でやりましょう。次はお風呂です。なんかめちゃくちゃ綺麗な気がするから、靴脱いでおこう。おぉ、広いね。なんすかこれ、おい、おぉ、これなんすか、アグラリアって書いてあるね。おぉ頭おかしい客が泊まってるますみたいな通報とかされたらたまらませんからね。アグラリアソープって書いてありました。Experience the luxury of a silky leather that gently your skin leaving it refreshed と、書いてあるんですけど、まあ要するに、なんか、まああなたのことをこう超丁寧に、取り扱いますよ、あなたの肌を丁寧に取り扱います、贅沢な、経験をみたいな、なんかそんなことが書いてあります。まあ体験かな、 Experience。これもそうなのかな。このアグラリアっていうのは、まあ私は例によって全然こういうブランドとか見てもわからないわけですが、ちょっと調べてみますかね。お、これは貝ですね。これインターコンチネンタルの形、言いましたっけ。このホテル1991年に作られたそうですけど、
アグラリア、アグラリア、アグラリアのシャンプーがいくらか。お、すごい。あ、メルカリか、これは。あ、なんかね、このインターコンチネンタルとなんか独自提携をしてやってるらしくて、なんかこのアグラリアっていうのは別にインターコンチネンタルでしかないわけじゃないんだけど、まあ、結構なんか特殊な石鹸らしいですね。あの、なんですか、バカの一つ覚えみたいに、ロクシタン覚えましたけどね。ロクシタンではない。そんなこと言ったらまだね、あれですけど、これはヘアドライヤーって書いてある。なんかこう、貧乏人みたいなね、あの出身の私からすると、こう、うち持って帰っていいのかなって感じですけど、これはダメですね。まあ、あの、持って帰ってもしょうがないしな、実際。トイレ。オープンザッド。もう、快適だ、これ。ああ、いいね、これ。これなんか、うちの、私の家にある椅子より快適だな。これ冷蔵庫ですけど、オープンザ冷蔵庫。おぉ、品揃えも抜群です。でも、これちょっと、おぉ、なんか、あ、大変申し訳ございません。ね、飲みもしないのに冷蔵庫開けるのもあれなんですけど、あ、セブンアップがあるな。セブンアップってあの外国行くとね、すごいいっぱいあるんですけど、多分外国人の人がすっごい泊まって、インターコンチネンタルってまあ元々あのマリオットとかね、それから他になんだ、あれですよ、あのあれ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 、あのリッツカールトンとかなんかそういうやつみたいな感じで、あのまあ全国的にヒルトンとかの出してるようなあの外資系なわけじゃないですか。まあ、だから多分外国人が泊まることをあの広く意識して、外国人の口に合うようなものが多く入ってるんでしょうね。まあ大体こんな感じかな。ベッド寝てみますか、まずはね。まあ、2つあるんですけど、こっちでいいかな。2つ使うと掃除の人に悪いからね。あ、なんか意外とね、ベッドはね、あのちょっと固めだけど、あの、なんていうの、カチカチっていう固めとはまた違うんですよね。なんだろうな。まあ、なんかすごい、なんかとにかく包み込めばいいみたいなわけじゃなくて、快適な硬さ、あの、まあ、このなんか、東横インディスるようであれなんですけど、東横インのベッドは本当になんか硬いんですけど、これはなんかそういう硬いとはまた違う、しっかりしてる感じのベッドですね。あ、いいな、これ。広すぎるけどな。こんな広くなくてもいいんですけど、まあ、でも、広すぎなくても、広くなくてもいいのにやっていて、まあ、料金は、2人で1万2000円、1人6000円というわけです。まあまあ、私は1人で1万2000円ですけど、なんで、やっぱね、別に高くない。いや、これ土日とかに泊まると高いんですけど、平日に泊まれば安いってことなんでしょうね、多分ね。だから、東京とかに住んでる人でね、あのここに泊まってみたいってなったら、仕事ちょっと今日早く終わりましたみたいな日に泊まって、まあ、翌日ゆっくりできそうな人がね、あったら、いいんじゃないですか。まあ、横浜で仕事してる人に一番いいんでしょうけどね。これなんだ、水ですね。インターコンチネンタルウォーターは採水地北海道上川郡上川町ですか。ああ、上川で取れたんだ。あの銀河の滝、流星の滝が有名なところです。アンバサダー会員入会のご案内。各国に展開する182以上、日本にね、インターコンチネンタルなんか那覇とかにもあったかな。それからあとなんか大阪とか東京にもあるのかな。あのその結構いっぱいあるんですけど、182以上の、世界各国のインターコンチネンタルホテル&リゾーツにて様々な特典、年会費200アメリカドルでお部屋のアップグレード、200ドル年間払うと2万円ぐらい払うと、カテゴリーご予約のカテゴリー、まあ、今回はスーペリアツインですけれど、それがデラックスツインとかになるとかね、まあ、デラックスツインを予約したらもうなんかもう超ウルトラスーパーデラックスみたいになる、まあ、そういう感じでしょうね。16時までのレイトチェックアウト、あ、これすごいね。だって、チェックアウト11時なんですけど、これ16時までだから、うん、結構そんなに、ああそうなんだ、これ便利だな。対象のレストラン&バーでご利用いただける2000円飲食クレジット。まあ、多分これは、1回だけでしょうね。優先チェックイン。そうそう、なんか、ね、上級会員みたいなやつなんですよ、これ。で、ホテルにもたまにそういうのあって、東京にはないけど、多分、あそこはありますね。プリンスホテルはありますけど、なんかその、上級会員みたいな人は、早くチェックインできる専用カウンターみたいなのあったんで、まあ、結構インターコンチネンタルもね、チェックインが混む時間になると、やっぱずらっと並ぶそうです。なんか、レビューに書いてあったけど、まあ、そういう時はこれやるといいのかもね。それから、ご予約の公式サイトから予約するとボーナスポイント、それからウィークエンド無料宿泊券なんですかね、それちょっと気になりますけど、まあまあ、結構面白いですね。6月から7月までの2ヶ月の間、ディナーということですけど、なんか一般的なこういう高級レストランみたいな、まあまあね、あのレベルわかんないですけどに比べると、1人6000円とかですから、
多分ですけど安い方なんじゃないのかな、多分ね、なかなか面白いことがいろいろ書いてある。であとね、それと別にこういうなんか ポイントみたいなのがあるんですけど、多分ヨドバシカメラとかと同じようなノリだと思うんですが、今回泊まると1000ポイント貯まりますみたいなことね、公式サイトで言われたんですよ。で、作ろうかなーっていうのもちょっとしたんですよね。年会費とかこれポイントカードかからないみたい。で、やっぱこれであれなんだな。これでまた上級会員になることもできるみたいですね。1万ポイント、なんかそのプレミアムポイントとかね、フライオンポイントみたいなの貯めると、インターコンチネンタルの上級会員、エリートステータスとかいうのかな？だからそういうやつに、なることもできるみたいです。ただこの貯めたポイントをどう使うのかっていうのは、あんま書いてないな。それ重要ですよね。あと多分バーみたいなのがあると思う。まあ今回はあんま行かなくてもいいかなって気もするんですけど、これなんだ、シーズナルメニュー、ランチセット、1389円、ラウンジバー、マリンブルー、スイーツセット、2408円。まあどうなんですかね、ちょっと高いですかね。ちょっとそうだな、まあ桃のパフェとかすごい贅沢そうですけど2000円とかなんで、ちょっとさすがにね、なかなかこれ食べようって気にならないけど、あ、でもこのパフェとかは1個500円っていうから、季節のケーキ、まあすごい手のひらサイズなのかもしれないですけどね。まあちょっとなんていうんですか、贅沢な思いに浸りに来るにはいいところかもしれないな。オマールエビフェアってのもやってるけど、あ、さすがにいい値段する。それはオマールエビって高いもんね。私も1回だけタダで食べたことありますけど、12000円。まあこういうの多分レストランとかどっかにあるんでしょうね、上の方とか。あ、31階にあるそうですけど、まあ、そこで多分いい背景だな、こういうの食べられるってことですかね。まあそりゃそうか。で、なんか書いてます、私たちは地球環境に優しいホテルでありたいと願ってます。これいつもね、本当なのかなと思うんですけど、新しい理念でのベッドメイクをご希望のお客様には、このカードをベッドの上に置いてお知らせください。カードを置かれなかった場合には、地球環境への影響をご配慮いただいたものとして同じ理念でベッドメイクさせていただきます。あ、なるほどね。まあつまりこれは明日、まあ連泊しないから関係ないんですけど、ベッド新しく変えてくださいっていう時にはウィヤーとこうやってね置いておけばいいんですね。まあ私なんてね、3ヶ月ぐらい同じシーツでずーっと寝るのがまあ普通ですから、まあんな別に1回ぐらい変えてくれなくても、いや冗談ですよ、冗談で言ってるんですから、こういうのはね分かってもらえる。ちょ、他にもなんか書いてあるな、インターコンチネンタルホテル地球環境保護への取り組み、お客様のあらゆるご希望にお応えすることが私どもホテルにとって最も重要であると考えています。そして環境への配慮、影響を配慮した地球に優しいホテルあることが私たちの誇りです。ご協力ありがとうございます。確かに、理念を交換しなければその分多分環境に多少影響よく出ると思うんですけど、正直ね、あんまりね、理念の交換とそれから環境の配慮っていうところがどこまでリンクしてるのかちょっと私には分かんないけど、でも分からないんで、ね、意外と裏では理念をこう選択して乾燥機にかけるにあたってエネルギーを膨大に使ったりとかするかもしれない。てか、するでしょうからね。確かにそれは環境の配慮ってのはそうか。ゲストサービスガイド。貴重品のお預かり、フロントに無料の貸金庫がございます。へぇ、パスポート、現金、宝石等の貴重品はお預けくださいますようお願いいたします。客室内での貴重品の紛失に関してはホテルでは責任を負いかねますので、そうなんですよね。これはね、よく覚えておいた方がいい。それから、クラブインターコンチネンタルラウンジ。なんかホテルにもね、結構ラウンジってあるんですね。で、専用、デスクでのチェックイン、チェックアウトの手続きのほか、ラウンジでは朝食、ドリンク、カクテルタイムのサービスがございます。なんか飲み放題、食べ放題みたいなラウンジがあってね。そういうところなんですよ。やっぱ見れば見るほどね、よくできてるところだと思いますよ。これもなんかこう、横浜のイメージしたカモメとハンセンの瀬戸物のね、ランプシェードの下の受け皿部分ですけど。こんないいところにね、実際安く泊まれますんで、横浜ってなかなかいいと思いますよ。東京に住んでる人とかが、なんか例えばね、友達とかとこう会社終わった後、じゃあちょっと横浜まで遊びに行って夜遊びしてホテルに泊まって、明日の朝またじゃあ東海道線で東京方面まで出勤とかね、そういう楽しみ方もあると思います。早速朝になったわけですが、朝になってに気づいたこともいくつかありますんでご紹介します。例えばコンセントですけどね、やっぱさすが外資系の
全世界コンセントっていうらしいですけれど、どんなコンセントでも使えるし、それからなんか電圧とかもなんかちょっと調整できるようなスイッチがついてるな。これ電圧なのかな、ちょっとわかんないですけど、いや触んないでおこう、電圧じゃないかもしれない。それからね、あとあの Wi-Fi があるんですよ。で Wi-Fi はあの日本のホテルだったらね、大体の場合はなんかそのパスワードが部屋に書いてあってそれ入力するって感じなんですけど、なんか海外だと違うんですよね。部屋番号を入力するパターンとか、まあ、結構そういうのがあるんですが、これもなんかその海外っぽい感じでね、部屋の番号とそれから名字、それをあのフリーのパスワードのない Wi-Fi に接続した後で、表示されるウェブページに入力する方式になってるみたいです。あとはですね、昨日これ出し忘れたんですけど、これですね、まあ、金庫もなんかちょっと頑丈な感じなのと、それからあのアイロン、スチームアイロンと、こういうなんかアイロン台とかもね、各部屋にあって、いやこういうのがあるといいホテルだなって感じしますよね。あの安いホテルとかでも置いてくれてることもあるんですが、まあ、大体の場合貸し出しになるんじゃないかな。それからドライドコーヒー、ちょっとねよくわかんないんですけど、まあお茶のブランドとか多分普通なのかな。まあ別にいいや、そんな飲まないからね。よし、じゃあまあ大体こんな感じでしたかね。スリッパがなんか専用のこれインターコンチネンタルのマークでしょうね、そんな風になっております。あ、ちょっと通常よりも、あ、結構いいスリッパだなこれ。そうですね、なんか改めて履いてみてから気づきましたけど、割とこうグワッとしてて使い捨てスリッパとするにはもったいないような感じです。あのシャワー浴びてから外に出てきたんですけど、めちゃくちゃねいい海の香りがしますね。横浜らしい、まあ多分そんなに強い匂いではなくて、出た瞬間ほどは強く感じなくなってきましたけどね。いやー、なんとも爽やかな朝です。まだ実は朝の8時台でしてね、今日も一日お仕事頑張ります。どうも皆さんご視聴ありがとうございました。あ、ちなみに12000って言いましたけど12600円でした。